ノリスジーンコール2世はアメリカ合衆国オハイオ州デートン出身のバスケットボール選手。ポジションはポイントガード。身長188センチメートル、体重79キログラム。オハイオ州のダンバー高校でバスケットボール部とフットボール部に所属。地元のクリーブランド州立大学に進学した後、バスケットボールに専念した。4年生時のシーズンに、 平均21.3点を記録して NBA スカウトから注目されるようになり2011年の NBA ドラフトでは1巡目28位でシカゴブルズに指名されたがドラフト会議会催日に交渉権がミネソタティンバーウルブズを経てマイアミヒートに移るという慌ただしい日を送ったヒート入団後は主にマリオチャルマーズの控えとして活躍し 2012年と2013年の2連覇に貢献した。2015年2月19日の NBA 内で行われた大型駆け込みトレードでニューオーリンズペリカンズに移籍した。シーズン終了後は FA となったが2015年9月には再契約を結んだ。2016年オフ、NBA のチームから新オファーを得ることができなかったコールは10月4日に CBA の3ーライオンズと契約するも11月末に NBA 復帰を目指すために対談。2017年2月28日にオクラホマシティサンダーとシーズン終了までの契約を結んだ。2017年8月14日、マッカビテルアビブ BC と契約した。ありがとうございます。